張する。失礼します。でも頑張らなきゃ。女優になるのを子供の頃から夢見てた。本当にいろんなことがあったけど、いよいよこの日がやってきた。次の方、3名ずつお願いします。24歳です。20番、森ヶ崎空、26歳です。いけない、緊張するとくしゃみが。次の方。21番、ニワノ、吐きよ。花、20歳です。では審査を始めます。後ろをご覧ください。皆さんにはヘレン・ケラーを演じていただきます。子供の頃高熱を出して目も耳も不自由になり、喋ることもできない少女ヘレン。では始めます。ヘレン・ケラヘレンならきっとテーブルの下に隠れて安全を確保した上で食事するに違いないと私は思った。終了です。2話の花さん、面白い。耳が聞こえないから終わりのベルの音が聞こえない。そうだろう。でもこれはエンターテインメントだ。リアリティなど観客は求めていない。次。失礼しました。何もできなかった。しょぼーん。なんだよ、ちくしょめ。コロッケ屋だと思って。私の女優魂、なめんじゃないよ、まったく。あ、はい、姫子さん、花ちゃん、女優なんてのはね、顔じゃないんだよ、引き出しの量なんだよ。どれだけ人生で苦労してきたかっていうのが瞬間的に問われる職業なわけ、うん、いらっしゃいませ。姫子さんも女優を目指してたなんて。コロッケ3つね。知りませんでした。はい、どうぞ。本当、私も
こんなに長くやると思ってなかったけど、うん、なんでだろう。ねえ、辛いことも楽しいことも全部糧になるって素敵なことだと思わない？思います。なオーディションいかがですか？まあまあかな。どうぞ。主演はあけみちゃんがいいかもしれませんね。ちょっとヘレンっぽくないというか、なんかそのキャバ嬢っぽくない。かまちゃん、それいいじゃないですか。現代的な解釈でキャバ嬢のヘレン・ケラーいけますよ。あ、今日オーディションどうでした？サリバン先生の役。ヘレンに言葉を教えてくれる先生ですね。自らも5歳の時にほとんど目が見えなくなって苦難を乗り越えた。そう、できる限りのお芝居はしたつもり。ただあの演出か。雪ヶ谷姫子です。サリバン役を希望します。見なくていい。は？そんな顔のサリバン見たくないしね。お芝居していいですか？どうぞ。ひどい。そのまま演じ切ったけどね。私その人に鼻水かけてやりましたよ。鼻水？なんでそうなる？私緊張するとくしゃみ出る癖あって、こう顔が近づいた時にブシャッ。鼻水が頭から。いい度胸してるわ。すっごい怖かったんですよ。くしゃみ出るときはここ押さえるのよ、鼻のツボがあるから。こうですか？そうそう、こう出そうになったらこう、こう出そうになったらこう、出そうになったらこう、出そうになったらこう。でも庭の花さん、びっくりした。迫真の演技ってこういうことかって思いました。ですよね。私も度肝抜かれました。あの子いいと思うな。いいですか？30周年記念企画ですよ。集客力のあるインパクトが必要なんです。となったら主演はあけみちゃん。あけみさんがいいんじゃないかな。であればですね、集客力のある大鳥ジョアンナさん来られてましたよね。年齢的にね、少女の役ですから。あけみさん、大鳥さんなら満席間違いないですよ。そりゃ年齢はそうかもしれませんが、そこはお芝居でこうズババッと。そうですよね、キャバ嬢よりはそっちの方が。まあ主催はそちらですから従いましょう。あ、ところで制作予算半分前払いの件よろしくお願いします。もちろんです。お願いします。ありがとうございます。あやく派手派手な変人になるとこでした。でも30周年記念、失敗はできません。区民の皆様のご期待にお応えするのが我々の責務です。ですよね。成功させましょう。はい、吸って止めて。はい、吸ったんですよ。ちょっと先生、どうしたんだ？これどういうことですか？おい、これ
あと1ヶ月ほっといてもそれ以上は持たない。1ヶ月それ伝えたんですか？いや、まだだ。今すぐに伝えてください。1ヶ月。やばいやばい、このまま死ぬわけにはいかん。しなければホットジェニック、ホットジェニック、ホットジェニック。やりますか、やりますか。あ、え、土の子、え、あ、私こう見えて強いですよ。あれはどうだ。違うか。違うな。もっとナチュラルな美しさと親しみやすさがないとダメだ。おい、おっさんは。もっとな、親しみやすさがないとダメだ。おい、タラちゃん、写真撮っていい？写真なら私が一緒に撮ってあげようか。ひめこちゃん撮ってどうすんの。はい、コロッケ。はい、よ。お待たせしました、コロッケ6個300円です。あんた、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 女優にならんか。え、私？お前さんじゃない。私、戦場に人を引きつける魅力がある。300円です。いいじゃないか、戦場に。エロジジイ。またお前か。うわ、死ぬまでに舞台がやりたいな。俺はもってあと1ヶ月の命。妻の夢だった大舞台を手伝ってくれる人いないかな。こいつ、私やります。マジで？はい、やります。
大プランがあるんだ。ここは秘密の練習場だ。ただの倉庫じゃん。俺は若い頃舞台を作りたかった。こいつは俺の嫁にするにはもったいない人だった。もっと多くの人の前で輝く人だった。綺麗な人。だが下請け工場は貧乏暇なし。舞台なんぞ夢のまた夢。そこをするうちに時は過ぎて1ヶ月後に死ぬ。帰ろっか。はい、うん、この穴から顔を出してみろ。嫌です。そりゃ嫌だよね。いいからいいから。いや、嬉しくないです。この舞台の主演をやりたいと思わないか。そりゃ思いますよ。でもオーディション落ちて。オーディションももう終わってるし、主演やりたいったって無理でしょう。この舞台を乗っ取る。ボケてるのかな。ボケてない。嫁との約束、舞台作ること。ボケてるのかな。スポットライトを浴びたくないか。観衆の拍手喝采。主演女優の動きに、目線に、呼吸に、観客が引き込まれる瞬間、体験したくないか。なんだか私マジで。行くぞ。まず今日大切にしろ。いやきつー。お前は誘ったらん。なんかあのね、芝居は一人じゃできないでしょ。じいさんのことまだ信用したわけじゃないんだからね。ああうるさい、走れ。今日大切にしろ、基礎体力だ。はい、腹筋。上がってないぞ、上がってないぞ。おっせえだ、声出して声。うるさい。そうじゃないんだ、もう腹から声を出せ、腹から。叫ぶだけでは感情の幅を表現できない。喜怒哀楽をあいうえおでやってみろ。あいうえおね。この舞台取材したいんだけどさ、稽古してる？あ、練習室ですね。演出家の方お呼びしましょうか。あ、大丈夫大丈夫。どうもどうも。まだまだだな。全員バラバラ。基本がダメだな。スタニフラシスキーシステムになってないな。
メソッドやってる？だからタイミングがさ、あんなババアさっさとクビにしてよ。オートリー上なのかアホの名前して。しかもあの年で少女役って頭おかしいでしょ。私が主役、そういう話よね。分かってるよ。もうまずは公演資金手に入れるためにビッグネームが必要だったんだよ。必ず降板させるから。そしたら絶対に明美ちゃんが主役になれるから。あいうえおおおかな。あいいおお疲れ様です。お疲れ様です。今日はいよいよ舞台泥棒に向けて作戦を発表する。舞台泥棒って人聞き悪いですね。台本を手に入れた。現場から失敬してきた。もはやただの泥棒だね。私実感湧いてきました。私たち舞台泥棒するんですね。そうだ。はい、ミッションを伝える。第一段階、まずはお前たちは清掃員のアルバイトとして劇団に潜入する。そこで団員たちと仲良くなる。なんで？顔見知りになって存在を認めさせるのが第一段階だ。台本の流れを全部頭に叩き込め。全部？キャスト全部？全部。どの役が奪えるか分からんのだから全部覚えろ。無理無理無理。第二段階、主演女優を降板させ、同時に演出家を辞めさせる。どうやって？後のお楽しみだ。はい。第3段階、主演女優が去った後、花、お前が代役を務める。完璧に役を演じきれ。団員たちはもうこのピンチに奇跡だ。あの清掃のバイトはこんなに芝居がうまいなんて。しかも台本の流れは全部頭に入っている。できるか？はい。はい。広いですね。お疲れ様です。今日今日しない、こっち見てますよ。掃除掃除。世界か。私もあそこに立ってみたい。スポットライト浴びてみたい。もうすぐよ。はい。あれ、関係者以外入れないはずだけど。あの私らね、掃除のおばちゃん。困りますよ。そう言われても私らも仕事だし。返してください。モップがないと掃除ができんとですよ。いいじゃないか、マルコバシ、綺麗にしてくれてるんだから。いつも綺麗にしてくれてありがとうございます。いえ、ありがとうございます。桜坂、カッコつけてんじゃねえぞ。私、庭の花です。雪が姫子です。大鳥さん入りまーす。主演をやらせていただきます、大鳥居ジョアンナさんです。私、
芸能事務所アブソリュートの池上でございます。早速ですが大鳥居さん、今回の役どころは何といってもヘレン・ケラーの少女時代。目も耳も不自由なヘレンが生まれて初めて水という言葉を理解するシーン。うるさい。これは失礼いたしました、ね、それでは皆様くれぐれも、あれがヘレン・ケラー、粗相のないようにお願いします。あの漫画みたいなマネージャー仕込みじゃないの、自分を大物に見せるための。あけみちゃん疑り深いね。美和子ちゃんがお人よしなだけよ。皆様申し訳ございませんでした目の見えない少女がポンプを探してる様子が見える。ダメダメ、全然ダメ。もっとこう白目を向いて。え、白目ですか？迫力が大事なんだよ。でも実際水っていう言葉を理解した最初の爆発なんですよ、喜びの。だからいいんだよ、インパクト。わかる？わかりました。受ける受ける、それ受ける、絶対頼みますよ。言葉を知らず全てのものに名前があることさえ知らない少女。私が女優？女優になったらお父さん気づいてくれるかな。ここはヘレンが初めてイエスとノーを覚えるシーンだ。顔をこうやって振ってイエスとノーを教えていく。イエス、イエス、ノー、ノー、ノー。これは食事だ。ヘレンは手づかみで食べる。暗闇で音のない世界に生きるヘレンは物事の良し悪しを知らない。だから手づかみが悪いことだと思っていない。食事の邪魔をされて怒り狂う。もっと激しく。ヘレンは怒りでしか他人と変わらないんだ。バカリバーを脳せる。ノーノーノー、ダメダメ。手を皿に持っていき食べさせる。それはいいことをイエスだ。客席に伝わるか。すげろ。こんにちは。うまくいったね。いい人でした。いい人だよ、あの人。
納得がいかないんです。この演出じゃヘレンの気持ちは理解できないと思うんです。それはあなたの想像力の問題でしょ。僕にぶつけないでくださいよ。さあちってみんなてめえのパートを頭に叩き込む。じゃあ掃除してくる。はい。あ、今の花さん、こんにちは。大丈夫？使ってください。すいません。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。そこ、うるさい。すいません。ねえ彩乃ちゃん、うん、私思うんだけどさ、本当に大丈夫なのかなこの舞台。ギスギスしてて心配なんだけど。楽しくやれたらいいのにね、うん、ごめんなさいね、ちょっとお掃除させてくれません。あ、そうだ、稽古の後みんなで飲み行こうよ。おお、うさばらし。こんなとこでぐちゃぐちゃ言っててもしょうがないじゃない。いいね、なしも誘う。そうしよう。おばちゃんもどう？いや、あ、私、やだ、私なんか行っちゃっていいのかしら。あ、じゃあバイト仲間の花ちゃんも誘っていいかしら。うん、全然、ね、もう飲むしかないよ。行こう、ほんと、全然やってらんないよ。演出家、全然出てこないしさ。台本はいいんだけどね。大女優だかなんだか知らないけど、あんな落とし前が少女役なんておかしいと思わない？でも芝居できるよ、あの人。じゃあね、おとりさん嫌になってやめちゃうかもね。そしたら主演誰がやるんだろう。はなちゃん、あんた可愛いんだから芝居できないの？どうでしょう。毎日稽古見てんだから平演役とかやってみてよ。そんな無理強いしたらかわいそうじゃん。お前は本当ええかっこしいだな。おじいさんとの計画だとおとりさんが辞めてからお芝居披露するはずじゃん。いいなよ、こんなチャンスないでしょ。来て。はい。おお、いいね。ヘレンは目も耳も不自由で、そこも野生そのものなんだけど、やめなさい。そんなお行儀は許しません。おばあさん、ヘレノー、いけないことよ。自分のお皿から食べるのダメ。サリバン先生、そんなムキになっても仕方ないじゃありませんか。ダメです、諦めてはいけない。もう少しで彼女は分かるんです、全てのものに名前があることを。自分で汲んでくるのよ。サリバン先生、そこまでしなくても。そこでヘレンとサリバンは庭へ飛び出し、ポンプから出る水を汲む。その時触れた水が彼女の中で言葉とつながる。ヘレン、これは水、ウォーター。
ヘレン、水よ、ウォーター。そうよヘレン、ウォーター、水。すごいよ。サリバン先生もセリフ完璧だし、花ちゃんは完全にヘレンになってた。私感動しちゃったよ。あらら、あらら、どうしちゃったのかしら。お墨のお皿ございます。あ、すいません、すいません、すいません、すぐ食べてます。なんだろうねえ、もうね。いや、驚きました。二人があんなにできるなんて。毎日稽古を見てるからね、頭に自然と入っちゃって見ただけであそこまでできるなんて信じられません。練習を積み重ねたとしか思えない。あ、そう。あ、私用事があったんだ。用事？やばやば、帰ろ。じゃあね。あのお先にどうぞ。あ、ハンカチ、すみませんでした。洗って返します。私ちょっと計画早くしてよ。今日変なことがあって、掃除のおばさんとチビがいるでしょ。あの二人が急にサリバンとヘレンやり始めて。まあとにかく早く計画進めて。分かってるよ、明日入金だから、それ入ったら計画通り。分かってるって。後で店寄るから。じゃあ。玉つつみ、お前たちは分かってんだよね。今日が返済日なの。ギャンブル作った借金の利息分払ってもらわないと帰れないんだよ。明日です。明日入金があります。利息300万返しますよ。今日の分が足りねえな。連帯料100万。ちょ、待ってくださいよ。クソ、人の足元見やがって。え？オートリーの出演費がちょうど100万？あいつが消えればその分浮くのか。いらっしゃいませ。あけみは？はい、すごいお願いします。あけみちゃん、たまちゃん、遊びに来てくれたのね。うん、こっちこっち。綺麗だな、でも本当いい加減にして。私本気で主演やりたいんだから。子供の頃からの夢叶えてくれるんでしょ。あけみちゃん舞台出るの？あ、そう、稽古と仕事でくったくた、毎日眠いし。たまちゃんって演劇作る人？私も出たい。あ、そう、今度アフター行っちゃう？行く行く。ちょっとあんたあっち行ってなさいよ。そんな調子で女優やれるわけないでしょ。できるもん。行って行って。何よ。あくみ、今日俺金ない。またつけといてくれ。明日たんまり入るから。今から出かけるけど、俺この店で閉店まで飲んでたことにしてくれるかな。やばいことやってんじゃないでしょうね。一石二鳥の妙案なんだな。
な時間ですよ。もうすぐてっぺん24時。美容に良くないんで帰りましょう。お送りしますよ。池上、ヘレンキラーの役なんて私の女優人生の中でも想像できる役じゃないってわかるでしょ。死ぬ気でやりきりたいの。それに演劇評論家の大森中六さん来てくれんのよ。あの大森中六ですか。大森中六といえば彼の演劇ブログの影響は絶大ですよ。立ち稽古を見たいっていうの。立ち稽古ですか。立ち稽古といえばまだ微調整段階で完成された舞台とは言えません。そんなもの見せて大丈夫なんですか。しかも立ち稽古は2日後ですよ。立ち稽古を見れば十分なんだそうよ。でも彼に認められれば海外へのつてができるかもしれないでしょう。だからもう少し続けるわ。分かった。先にお帰りなさい。しかし時間も時間ですし、うちの看板女優を一人置いて帰るわけにはいきません。しかしもかかしもないわ。集中したいの。それにあなたのとこのお嬢さん、今日誕生日なんでしょ。もうすぐ明日になっちゃうわよ。今帰れば大丈夫なんでしょ。まあそうなんですけど。いやでもではすいません。私はこれで。はい。子供じゃないんだから自分でタクシーを呼びます。承知しました。では池上さん。はい。いつもお気遣いありがとう。いえいえ、仕事ですから。では。お疲れ様。また明日ね。やったよ。大鳥居さんが出演取りやめになったって。今劇団のみんなから連絡があったの。本当ですか。なんで急に。まだわかんないんだけど、そういうことだったから急いで伝えたくて。ありがとうございます。いいさん、本当にやるときはやるんだね。驚いたよ。本当ですね。じゃあ後でじいさんの工場で。はい。え？え？じいさんすごいね。どうやったの？すごいです。まさか実現させちゃうとはね。怪しいじじいだと思ってたけど、ここまでやるとは思ってなかったよ。私ついに立てるんですね。大舞台。そう、夢の大舞台よ。立ちましょう、立ちましょう、舞台に立ちましょう。今月上演予定だった奇跡の人の練習中に舞台に設置された照明が落下したとみられます。落下した照明には切断されたような跡があり、何者かによる犯行との見方も出てきています。警察は事故と事件の両面で捜査を進めています。あんた何してくれてんのよ。俺じゃないって。ただの偶然だって言うの。俺じゃないって。まあこれで第2段階クリアだな。私おります。できません、こんなひどいこと。私も。待て。おじいさん。ちょっと待て。ああ、バイトもまとめて休み取っちゃってるし、
旅に出ようかな。あんたは実家とか帰らないの？私実家っていうのがないんです。は？お母さんは私が6歳の時に亡くなって。あ、そうなの。変なこと聞いちゃったね。お父さんはそれが元でアル中になって、小学校の時行方不明になって、それからは親戚の家でお世話に。お母さんの誕生日の時、お父さんと二人でちょっとしたサプライズしたんです。まあ今日も会社が大変なんだよ。でもな、パパはママがいるから全然大丈夫。お父さんその時私のお芝居すっごい褒めてくれて。花は本当にお芝居が上手だな。女優になって有名になったら、お父さん私のポスター見て思い出して会いに来て、また褒めてくれるかなって。ごめん。はい、もしもし。あ、おばさん。大変なの。大鳥さんのこと知ってる？そのことで相談したいことがあって。はいはい、わかりました。花ちゃん、あなた今すぐ大鳥居さんのいる病院に向かって。え、なんで？とにかく行って。あ、来た来た。花ちゃん、こっち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 。お見舞い行こう。お見舞い、お見舞い、うん、行こう行こう行こう。お見舞い。ただいまお休み中です。ああ、面会謝絶、面会謝絶。ご案内して。かしこまりました。どうぞ。大鳥居さん、大丈夫ですか？なんとかね、顔だけはさって避けたのよ。女優魂かもね。でも肩にぶつかってそのまま足まで骨折。しばらくは養生しないといけないの。本番前にごめんなさい。そんな、大鳥さんが悪いわけじゃないです。そうです、これ事件かもしれないって。この度は本当に申し訳ございません。いいえ、事故と決まったわけではありません。ですがこのようなことは絶対あってはいけないこと、もはや公演中止も検討しなければなりません。私見たんです、あの時気配がして天井を、落ちてくる照明の向こうに人影が見えたような気がするんです。このことは警察にも話しました。本当ですか？一体誰が？はっきり見えたわけじゃないので、あとは私の代役を探さないと。あの、一人いるんです。え？すごいんですよこの子。清掃のバイトしてた庭野花ちゃんって言うんですけど。そんなバイト雇ってたかな。花ちゃん、いつの間にか話の流れも完全に入ってるし、とにかくこれ見てください。水よ、ウォーター。うわぁ、うわぁ、ウォーター。花ちゃんって言ったっけ、このお芝居。鳥肌が立ったわ。荒削りだけど、あなたなりのヘレンを感じる。そんな。こら、ジジイ。何してんのよ。どうせ
あんた死ぬんでしょ。謝らないでよ。謝るかい。こいつで縛り上げんなさ。首を？そう、義勇違うわ。あのインチキ演出家だよ。何をあいつだ。なんでわかんのよ。それをさっき説明しようとしたら何も聞かんで出てってしまったんだろうが。そんな大事なこと知ってんならさっさと言えばいいでしょう。うるさい。これはチャンスだ。ゆうこ、行くぞ。行くってどこに。あのインチキ野郎のとこさ。ヘイ。ちょ。残りはすいません、300万が限界です。眠たいこと言ってんな。出るとこ出てもいいんすよ。ちょっと聞いた。本来こんな違法な張り紙は返済する義務などないんだよ。まあこれで許してやるよ。保険？舞台の保険入ってんだろ。入ってないっす。大鳥ちゃんの事故で保険入ってるわよ。お前の借金全部返せたかもしれんだろ。劇団員保険に入れろ。そんな無茶な。全員は無理ですよ。全員じゃなくていいんだよ。今すぐ保険会社に提出すれば公演初日までには契約は完了する。簡単だろ。はい、もしもし。え、ポスターの印刷代未納金って。ちょっと待ってください、確認しますんで。くそ。あれ、タクシー乗っちゃった。ほら追いかけて。ほら分かってる。ねえ、この後どうするの。ロープで踏んじまって公開まで監禁するのさ。ただの犯罪じゃん。この舞台が終わったらどうすんのさ。あれ、あけみさん主演やりたーいとかって演出家に食らいついてる女がいたら。何それ。台本盗みた時控室から漏れてきてね。ほんとどいつもこいつも。あっちの方が本物の舞台泥棒だな。お前なんでそんなに働くの。昼は舞台、夜はキャバって大変だろ。貧乏な家に生まれたからね。親の負の遺産があって、私有名になったら借金返してキャバクラ辞めて。俺と結婚。やめてよ、仕事よ。 CM いっぱい出られるように女磨かないと。お前これにサインしろ。何これ、借金の保証人とか怖いやつじゃないよね。違うよ。大鳥居があんなことになっただろ。お前まで何かあっちゃいけないから出演者に保険に入ってもらってるのさ。1600万。保険料は俺が払っとく。主役だからそのくらいは当然だよ。行けるよ。すっごいよかった。あっちに。
皆さん、大鳥居さんの件はご存知でしょう。とても痛ましい事故でした。見舞いも来てないくせに。ですが我々は公演を控えています。悲しみに暮れているだけではいけません。前を向いていきましょう。今日は新しい主演女優を紹介します。明美さんです。明美です。まだまだ経験は浅いけど、ヘレンちゃんならセリフ一つしかないし頑張れると思います。よろしくお願いします。気合い入れていくぞ。第一幕クライマックスいってみよう。はい、おい、頼むぞ。な、行こう。誰だお前。大鳥居さんがあとは私に任せたって。はい、大鳥居さんが後任はこの2話の花さんに任せたって今朝話がまとまったんです。待て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 、え、何こいてんのお前。え、大鳥居はもう降板したんだよ。で、演出はこの俺、配役決めんのもこの俺で、この雑草ちゃんは誰なんだこいつ。どっから生えてきた。とっととつまみ出せ。ん、彼女の芝居を見てから決めてください。てめえもクビにできんだよこっちは。もう公演まで時間がないんです。じゃあこうしようか。私おります。こんな舞台お世話になりました。私も。嘘。俺も。お疲れ様でした。タマちゃん、話が違うじゃない。サリバいなくなっちゃったよ。そんなのどうでもいい。本番を迎えて、そこでお前は確認だけど、これ犯罪？俺は犯罪者になっても構わん。行け。無理無理。行けって。無理だって。やめて。無理だって。もう無理。やめて。無理。やめて。無理だって。やめて。無理だって言ってるでしょ。だいたい自分が死ぬからって悪いことしていいわけじゃないでしょ。やかましい。おい。乗れって。やめろ。乗れ。そう。手間が省けたな。ひど。
書類は。アイス。ここか。新田明美が上演中に死ねば1,600万。怪我ならたったの80万から100万保険が下りるか。怪我じゃ足りねえよな。終わるな。演出の玉堤さんが来ないんですよ。連絡もつかないし。え、もう時間ないですよ。誰か玉堤さん見た人いませんか。見てないよ。見てないね。評論家の先生も来るって話じゃないですか。これはこれは、大森中六先生、お待ちしておりました。大森中六 A です。 F です。二人揃って大森中六です。漫画家かよ。さあこちらへ。お邪魔しますよ。30周年記念だというのに主演の大鳥居ちゃんがあんなことになってしまってお気の毒です。不徳の致すところでして。で、まだ代役も決まってないみたいだから気になっちゃってね。これもじらす作戦ですか。これはこれは、大森中六さん。こちらは演出の大田草ブロー。大田草ブロー、どこかで聞いたことは。ちょっと困ります。大丈夫ですよ、鎌田さん。私を育ててくれた演出家です。あ、思い出した。80年代末、彗星のごとく現れてリアリズムの奇才と呼ばれた演出家が確か大田草ブロー。オリジナルの戯曲田園の調べが大ヒット。 2,3 年活躍したところでふっと消えてしまったやりますね、鎌田さん。まさかここでこの人を発掘してくるとは。え、あ、いや投資稽古は1時間後です。楽しみです。じいさん、素人じゃなかったの。昔の話さ。太田さん、本当に大丈夫なんですか。急にお引き受けいただいて。演出費用についても無償で結構。え、お言葉にあめてよろしくお願いします。しかなりませんな。渡りに船だ。じいさん、いよいよだよ。急遽演出をお願いすることになった大田草ブローさんです。皆さんよろしくお願いします。今日から演出の
太田草室だ。よろしく。サリバン役が降板してしまいましたし、他にも数名辞めてしまいました。抜けた配役は決まってる。アニー・サリバン役、雪ヶ谷姫子。雪ヶ谷姫子です。よろしくお願いします。掃除のおばさん、あの人ただものじゃないですよ。私たち見たんです。ヘレン・ケラー役、庭野花。庭野、私のはずじゃないの？そうでしょ？あんたは召使い1。召使いですって？ヘレンよりセリフは多い。すぐに頭に叩き込め。1時間後に投資稽古だ。プロ根性見せろ。何よそのくらい。それから台本も新しくなる。これを回してくれ。はい、今から新しい台本ですか？これコメディじゃ。今から1時間じゃ間に合いませんよ。カモン、出だしだけしっかり叩き込め。見ながらでいいから投資稽古だ。行くぞ。ちょっとパンチの効いた髪型とか、そのサングラスとか、いいね、それ。サリバン先生とか、そんな感じだ、そんな感じ。そうだ、丸いすぎサングラスのイメージ。リアクションだ、取るんだ、リアクションだ。よし、どう。もっと大きくやろう、もっと大きく。もっと芝居大きくするんだ、僕芝居を。遅いな。もう着く時間のはずなんだが。雪で遅れているのよ。ああ、いよいよなのね。サリバン先生、どんな方なのかしら。大変優秀な方だと聞いている。私はこの日をどれだけ待ちわびたことか。ジェームズ先生は。サリバン先生、ご到着です。兄、サリバンと申します。私も弱視なんです。ぼんやりとしか世界が見えていないのです。出過ぎです、出過ぎ。長旅お疲れ様でした。私がヘレンの母、キャサリン・ケラーです。やばい、緊張する。お客さん少ないのに。こちらが主人のアーツさん。はっきよ。申し訳ございません。お洋服を着せようとしたとひょーって逃げちまって。玉包みさんの演出と全然違う。皆が生き生きしてる。お嬢様やめなさい、離しなさい。
いつもこんな集中しているの？いつもそれはもう獣みたいに暴れ回って、言っても聞こえねえからやりたい放題で。獣ですって？ヘレンは賢い子です。暴れるのはヘレンのたった一つのメッセージなのよ。想像してごらんなさい。暗闇で音も聞こえず言葉も知らず、あなたたち大人数に抑え込まれたら。やめなさい、今いいこと話してんだから。鼻をほじるのはノーな。ヘレン、やめなさい。ノーよ。笑わせながらもヘレンの境遇をあっという間に説明してしまった。ヘレン、この芝居すごいよ。なんでムスッとしてんだよ。もうお戻りですか？ありがとうございました。客席を気にするな。つけろヘレン。移動はもっと空間を大きく捉える。ソリモン、いいね。獣ですってとこ、あと一呼吸置いていこうか。よし、始めからやります。はい、大森氏ボロクソに書くかもな。でも俺はこの舞台好きだ。好きです。いや、大好きです。お疲れ様でした。姫子さん、すごいです。まさかあそこまで作り込んでるなんて。どこで練習したんですか？まあ、女優なんてのはね、いろんな引き出し持ってるもんなのよ。何でもかもベビーよ。姫子さん、かっこいい。何なの、お天気に騒いでるの。大森のおっさん帰っちゃったじゃない。そんな言い方ないでしょ。そうよ、私悔しい。今日の芝居絶対自信あったのに。大森さんがもうつぶやいてる。ちょっと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 。大鳥居の事故で一躍有名になった奇跡の人の稽古を拝撃した。正直退屈だろうと高をくくっていたが、何の何の常識を覆す作品になりそうだ。あまりに楽しみなので途中で稽古を抜け出した。開演初日をしっかり見届けたい。やった、すごいよ。あ、めちゃめちゃ褒めてくれてる。ねえねえねえ、新メンバーも決まったしポスター作りませんか？いいね。それが予算がもうないみたいで。申し訳ございません。印刷会社の社長の知り合いならいっぱいいる。死ぬ気で頭下げて回ればポスターぐらい安くできるだろう。カメラマンとかどうしよう、ね、あ、カメラマン近所の写真館で撮ってもらう。おー、決まりますね。抽象的な気持ち。いいね、いいね、可愛いですね。シュールになるよ、シュールに。これをこうするとどうですか？いいね。可愛いか。見てこれ、何？キモくない？本当だ、キモくない？ちょっと誰この子？分かんないけど幸せ。幸せ、幸せよ。一緒、あーね、やっぱり変じゃない？かわいい。夢を実現したんだからすごいよ。でも商品ケースに貼っちゃっていいの？コロッケ見えないよ。いいよ、いいよ、いいよ、目立つじゃん。ありがとうございます、うん、まあそうだけどさ。いいんじゃない？宣伝頑張ってるみたいですね。おお、そんな。山ちゃん、俺も手伝いますよ。サンキュー、サンキュー。ありがとう。よし、こっちでいいですか？どうか、ここ、ここ。あけみちゃん、何これ？いいじゃない。うん、いいけど。よし。あ、貼らせてもらってます。あ、シャリバーのおばさんだ。おばさんだって、じゃあこれ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 。
お姉さんと言いなさいよね、お姉さんとね。すっかり有名人ですね。いやいや、そんなことないですよ。頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、行こう。そしてついに私たちは舞台初日を迎えたのでした。すごい人いっぱい来てますね。緊張しますね。大喜利ですな。いや楽しみだ。大森先生のおかげです。いや、大田区三郎さんの演出は何が起こるかわからん。いい意味で非常識なんで。非常識だな。ワクワクしますよ。こちら。セリフはちゃんと入ってるか。はい、集中しろ集中。はい、よしみんな集まれ。はい、本番だ。気合い入れていくぞ。はい。遅いな。もう着く時間のはずなんだが。雪で遅れているのよ。サリバン先生、ご到着です。兄、サリバンと申します。実はお伝えしていなかったのですが、私も弱視なんです。どう見えるとしか世界に見えていないのです。私だからこそヘレンお嬢様と正面向き合って心を通わせることができるはず。じっとしてねと爪も切れる。動くなっち。動かない、危ない、何も聞こえてねえんだから。しているの？爪を切っているだけです。出て行きなさい。さあ、ヘレン、起き上がるのよ。そう、あなたは強い子。
ましたが、全く動じないヘレンの芝居、完全にヘレンそのものになりきってますね。なんだよ、話が違うじゃねえか。あんなとこ、とりあえず舞台の気が乗り切った。はい、大盛況です。もうすぐ最後のシーンです。気合入れていけ。行ってきます。エレン、自分で水を汲んでくるよ。水くらいメスカイが汲んでくる。ダメです、ヘレンは私たちを試しているんです。さあヘレン、さあヘレン持って。ヘレン、これが水よ、ウォーター。明かりを消せ。全員の足を止める。暗視スコープ付きなんでね。ダイフ、狙いは破産。アケミ、地面、グランド、グランドよ。だってパパよ、お父様。ヘレン、ヘレン、マザー、ヘレン、お母様、ヘレン。
ティーチャー先生よ。エレン、ヘレンの世界と私たちの世界がつながったという演出だと思うんですよ。銃声はヘレンの衝撃に違う。おばちゃん、見た目派手だけど大丈夫ですよ。転んじゃったんですか？うん。いや、太田さんもうすぐ死んじゃうって勘違いしてうちの病院飛び出しちゃったでしょう。勘違い？余命1ヶ月って思ってましたよね。あれは僕の夫婦生活があと1ヶ月も持たないって話をですね。やばい、このまま死ぬわけにはいかん。奥さんと別れるのに、なんでまた1ヶ月も待たなきゃいけないの？ちょっと待って、今の患者さん 100% 勘違いしてるよ。ただの風邪なのに。おっ、今日ははっきりしてください。ちょっと待って、太田さんが勝手に勘違いして出て行っちゃうから。ただの風邪なのに。ただの風邪です、死にません。バカイサえば、あの時照明ブースでは異常を察知した警備員さんが駆けつけ、大活躍だったそうです。演出家の玉堤さんは大鳥居さんの事件で
逮捕されました。ねえ、一人客席に座ったままのおじさんがいるんだけどどうしよう。なんだろう。ねえ、なんかちょっとね、気になるよね。ごめんなさい、ごめんなさい。どうしたどうした、慌てて。お父さん、お父さんだよね。花は本当にお芝居が上手だな。伝えるんだよ、ほら。どうしたの、急に呼び出して。急にすいません、あの時ハンカチ。ああ全然いいのに、もう忘れてた。私桜坂先輩のことが